あの世で海王様に会おうとひた走る悟空。一方ご飯はたった一人荒野のただ中で厳しい試練に耐えていた。そして大宇宙には刻一刻地球に向かって近づきつつあるサイヤ人の姿があった。宇宙一の強戦士、サイヤ人目覚める。